よく混同されるんですけども、例えば昔のアニメはですね、内容で評価していた。でも最近のアニメはクオリティで評価するっていうのが基準になっている。内容も作画もすごいっていう言い方をしてると、テレビ版のルパンの最終回のさらば愛しのルパンよっていうやつは、内容も面白ければ、シナリオも面白ければすごければ、作画もすごいっていうふうな言い方をするんですけども、それに対してですね、あの、超軸要塞マクロステレビ版のですね、27話だったっけな、愛は流れるのかいっていうのはですね、 内容はすごいんですけども、作画は時々ガタガタになるんですね。あ、なんかヒカルとミサのいい表情と思ったらですね、その2人がバルキリーのガウォーク状態でスーッとスライドして消えていく時に急に絵がガタン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 ってなると。こういうのはですね、その内容的に言うとですね、えー、作画がいまいちだったねみたいな言い方をするんですけども、 最クオリティ内容という言葉ではなくてクオリティーで評価するんですね。でクオリティーというのは何かっていうと見た目のです、ね、美しさっていう風なものがどれぐらい維持されているのかだからマクロスみたいに途中でガタガタになるのはもってのほかだしそれ以前にもっと線があの描写が細かくてその描写が一貫して矛盾がないことっていうのがクオリティーが高い。 っていう,ふうに見るんですね。で「ガンダム・ジェ・オリジン」っていうのはそのクオリティ重視時代のアニメなので昔のガンダムと違ってですねクオリティを重視してる昔のガンダムは内容を重視してるんですけども今のオリジンはですねクオリティを重視してると、えーね、後半の方でムサイとパプアの、えー、接続パイプの爆発シーンが出てくるんですけどもやっぱすごいです。 えー、これですねガンダムの、まあ、無災艦っていうですね小ちっちゃいのしかなくてすいませんそれに対してこれはあのシャアが乗ってるやつですねそれに対してパプア補給艦っていうのが横付けされて実際にはこの補給パイプがドッキングでくっついてですね補給されるんですけどもこの間にミサイルが入ってきてコアファイターが撃ったミサイルかなで一瞬にしてこのパイプがですね蒸発したみたいに。 なくなるんですねで。この辺りの描写がいかに革命的ですごかったことかっていうのをですね語ってますですね。でなんでこれがガンダム第3話での語るべきシーンになるのかというと実はこういうですね一瞬で爆発したらですね蒸発していくようなシーンっていうのはこの第3話にしかないんですね。でなんで第3話だけかっていうとテレビシリーズっていうのはあの特に民放で作るこの時代のテレビシリーズっていうのは大体ですね2版体制とかですね3版体制。 版で作るんですね。スタジオがまあまあまあ話数ごとに変わってたり、もっともっとスケジュールがひどくなってきたら、1話の中の前半と後半で作る版が違うというのも割と当たり前だった。当たり前って言ったら言い過ぎですね。まあまあまあ、よく聞く話だったっていう、なんですけども。えー、なのでですね、あるアニメを作るときスタッフたちに、このアニメはこれぐらいの本気度で作るんだ、リアリティレベルで作るんだ、作画のクオリティで作るんだっていうのを 教える役割いいうのが、話話から3話ぐらぐにあったんですよあの1つ社内に1つの班しかないジブリみたいなアニメだったらです作り方のアニメだったらそんなことする必要はないんですけどもテレビアニメっていうのはいろんなスタジオに発注するのでですね逆に言えば話話からいいうのは、見本みたいになるんですねで。実際にスタッフたちが手を動かしてリテイクこれリテイク書いてきてあこれ通ったっていうのが分かることによってあなるほどこういう世界観で行くんだっていうのが分かる。 だから、3話で爆発したらですね爆発したものがうさん無傷してしまう蒸発してしまうっていうのは必要があって入れてるわけなんですよねだからまあなんか最初の3話でですねこのアニメが「機動戦士ガンダムやればガンダム」っていうのはこういう思想で作るんだクオリティで作るんだっていう宣言であり教育なわけですこれをなんか3話で話してる理由はですね多分その監督の富野さんはですね全部この3話並みのクオリティでやりたい 1> 1話、2話、3話並みのクオリティでやりたいはずなんでですよね。でもできないとここから先ですね「ガンダム講座」どんどん進むにつれてですね作画がどんどん荒れてくるという部分分かりやすい部分はあるんですけどもも,うもっと単純にこの第3話のようなお話とですねそのなんだろうな演技とですね作画ががっちり組み合わさったものっていうのは毎回毎回できるわけじゃないんですね。このクオリティでやりたいんだけども。 でも実は当時のサンダーイツの体力ではですねできなかった政策能力ではできなかったんですね。で歯を食いしばって富野さんはですね クオリティをあえて下げて作っていくんですね。ここから先ですね。その意味で言えば僕は富野義行というのはですね、ヤンウェンリーだと思ってるんですよ。ジブリの宮崎駿の作り方っていうのはですね、銀河帝国軍のですね、あの、ラインハルトローエングラムなわけですよ。すべての物量を自分の動かしたように動かして、ベストの体制を作りながら、その中でも自分自身では妥協してるつもり、例えばスケジュールを守るというふうなことで妥協してるつもりなんですけども、所詮はですね、お坊ちゃまの学習 大学を卒業した人がです、ね、東洋で一番環境のいいです、ね、東映動画に就職してでその中でやりたいことができないという極めて贅沢な理由で会社を辞めてですね。 でアニメを作っていったというです、ね、言っちゃ悪いけどもやっぱりその育ちのいいお坊ちゃまのです、ねえー、皇帝ですね、あのー、ラインハルト・ローエン・グラムなのに対してですねもう富野義行っというのはです、ね、同盟軍のヤン・ウェンリーなんですね <laughs>、ヤン・ウェンリーだから常にそのベストの状態で戦えないその時にある自分の状況とかを組み合わせてなんとかローエン・グラムいやラインハルトにですね負けない程度の戦をするというのが精一杯だったと。まあ こういうですね、状況をですね、あの、見ていただければ、ちょっと頭の中に入れていただければ、富野悠行を僕がすごい評価して、で、あの、本当に僕はあの黒澤明よりはずっと優れた、あの、映画監督だとずっと思ってるんですけどもですね、それは、この当時の富野義行であって、今の富野悠行がそうだという話ではないです。それはまた、もっともっと長い話になってきますので、いずれいずれ。